任ーエイは、金ンイをの武凶小説、秘極笑い号高校に登場する、女性主人公。なお、名前の、エイは、日本ではあまり使わないが、満たす、一杯にするのいい。主人公である、霊狐、ね、沖の、沖の字が、虚しい、空っぽと同義の字であることと対照的になっている。ロ子シムゲン、第四に、道、チ、オキ模様のあるフエイ。によろずものの胸とある。 魔教の娘であるため、かなり冷徹なところがある。それでも、魔教内で処罰が厳しすぎると感じたときは、東方腐敗に意見することなどもあり、人望は厚い。また、聡明で起点が利くため、お人よしで罠にかかりやすい霊気常、冷儀つね、を頭脳面で支援することが多い。欠点は、猜疑心が非常に強い傾向にあること。自分が、 霊狐キツキに惚れているのを知られれば、孝行の人たちから影で笑われるに決まっていると思い込み、霊狐キツネキと一緒に歩いているところを見られたというだけの理由で、魔境の下級構成員を島流しにしている。さらに自尊心の強さゆえか、自分が霊狐キツネキに恋をしていることをからかうような言動に、対しては、容赦がなく、人前だけでなく霊狐キツネキと二人きりの時も、 同様である。ある時など、逆上のあまり、自分が、霊狐置に恋などしていないことを証明するため、孝行に霊狐、置の抹殺命令を出したほど、これには、霊狐置が、自分の側から離れられないようにする目的もあった。ただ、魔境の人間にとって、永遠が霊狐置に惚れているのは周知のことであったため、誰も実際に行動には移さなかった。 その破天荒な言動からか、エイエイは、ツンデレとされることがある。2007年の金イサオヘアの際、非極笑い合高ーコは、熱血感、VS ツンデレ美女金イサオワールドの最高峰、とのキャッチコピーで紹介されていた。実際のところ、エイエイは、竹霊さんにかなわぬ恋心を抱き続ける、霊狐、つね、きの姿に惹かれたのであって、恋がたきの霊さんらを実力で排除しようとしたことは、 一切ない。また、相愛になってからの霊きつねきは、女性関係には誠実だったため、他の女性に嫉妬する描写もない。日月神教の教主人形行の一人娘だが、教団ナンバー2である、東方腐敗の無本により、人形行は、聖子の固定に誘閉されてしまう。7歳以降、東方腐敗の非護のもと、非月神教の女王のような存在となり、高校では、 清州とめと呼ばれるようになる。彼女の武功は強く、少林寺の構想を、片瀬大師が認めたほど、登場時は、濁用で陰遁し、緑竹沖なとことを弾いていた。重傷の霊狐、沖を救ったことが縁で交流を重ね、霊狐沖に、笑い豪コこ,この演奏を指導した。ただ霊狐沖は、命の恩人である忍エ,エイがひ月心境の、清州とめとは知らず、 長い間ことの上手な老婆と思い込んでいた。これは、霊きつねおきが、エいと見過ごしに接していたことと、恒例の緑竹おきなが、エいをおばと呼んだことによる。霊きつねおきと交流を重ねるうちに、任エいは、彼のまっすぐな心に惹かれていく。ありがとうございます。